おはようございます星野瑠璃です2017年神戸新聞杯の予想ということで今年は関東からダービーバのレイデオロが出走してきました藤沢厩舎は過去にゼンノロブロイやシンボリクリスエスなどでこのレースを勝っているので遠征などの心配はしなくても良さそうですまずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います まずデータその1神戸新聞杯の過去10年の1着から3着場の成績ですでこちらのデータが過去10年の1着から3着場の成績とあと前走と前走の着順が書いてあるデータになっていますで前走を見てみると圧倒的に日本ダービー組が強いです 日本ダービー組を外す馬券はまあ考えられません。ということで今年のダービー組はレイデオロマイスタイルランビュライトベストアプローチサトノアーサーカデナの6頭になります休養を挟んで成長している馬も多いので ダービーで大敗しているまでも軽視は禁物です次がデータその2日本ダービー再選着馬ということでこちらのデータこのデータを見ればレイデオロは外すわけにはいきません過去10年で日本ダービーで一番 着順が良かった馬は全て2着以内に来ています。さらに過去に遡っても3着になったのは2003年で馬券内に入れなかったのは2001年まで遡りますでそれでもまあ4着ということで、まあ、ここまで綺麗なデータはまおそらく全重賞の中でも神戸新聞杯だけです。 いつまでこのデータが続くのかもまあ注目なんですけどとりあえずは切れるまでは買い続ける価値はあるんではないでしょうか。データその3一番人気馬ということで、えっと、ほとんどがダービー最先着馬が一番人気になるので似たようなデータにはなるんですけど神戸新聞杯は一番人気の馬が圧倒的に強いです。 過去10年で馬券に入れなかったのは2009年のアンライバルドあとは2007年の不再地方王の2頭だけになっていますで2頭ともダービーで大敗した馬でしたでダービー馬はディープスカイエイシンフラッシュオルフェーブルワン,アンドオンリーと全て2着以内になっています でデータその4単勝オッズ1倍台の馬ということで、まあ、このデータに続くんですがこちらと単勝オッズ1倍台の馬はかなり信頼が置けるというデータです。で今年の一番人気は間違いなくレイデオロです。まあでも果たして2倍を切るかっていうのはまあ微妙なところ。 奇跡と里のアーサーがどれだけ人気になるかというのがまあ問題です、まあ、全部1倍台の馬は1着2着、まあ、2000年と1999年は3着ですがそれ以外はまあ1着になっているということが1着2着連帯していることがわかりますでここからまとめに入りたいと思いますと本命は8番のレイデオロ しますまあ、データ的にもこの馬で仕方がないいと思いますペースが遅ければ前にも行けるし後ろから行ってもいい足が使えるということで展開は不問です最終追い切りも5波論67.6秒4波論51.1秒と休み明けの藤沢厩舎にしては早いタイムです。 藤沢9社は休み明けの G1 馬は負けるケースが多いんですが今回のレイデオロに関してはここを勝ちに来ている仕上げだと思われます。で2番手以降はもちろん里のアーサーと奇跡なんですけどレイデオロからこの2頭を買っても配当的に激安なのでここはレイデオロを含めた 3頭に割って入れる馬を選びたいと思いますそれが7番のタガノシャルドネかなり使い詰めできてるんですけど使ってきたことにより成長しているはずです夏の上がり馬が馬券に絡みやすい神戸新聞杯ですが基本的に小倉か新潟組を狙った方がいいです、まあ、去年は 札幌組のミッキーロケットが来ましたがそれは例年の傾向からすると稀なケースですで今年も上がり馬は小倉か新潟組を狙いましょうで次に挙げたいのが11番の嘉手納皐月賞とダービーで4着以下とデータ的にはかなり買いづらい馬ですが、まあ、やはり弥生賞で見せた切れ味を見ると ここでも注目したくなりますサツ賞は早めに上がりすぎたのが範囲でダービーはペースが遅すぎたのが範囲です今回は差しが決まりやすい半身外回りコースで投数も14投なので競馬はしやすいでしょう はい、あとは9番のマイスタイル、まあえっと、横乗りジョッキーですしダービー4着馬なので入れておきたいと思いますはいで買い目はとレイデオロから7番のタガノシャルドネと11番のカデナあとは9番のマイスタイルのワイド3点にしようと思ってるんですけどまあ、オッズが全然見えないので まあ、オッツ次第というところですはいそして5番の奇跡の単勝も買いたいなと思います信濃川特別の勝ちタイム1分56秒9は今年の新潟 2000m でトップのタイムです過去5年で見てもトップのタイムになりますなので奇跡はかなりの能力の持ち主ですここでダービー馬を破っても不思議はありません でも単勝のオッズが2倍起きる2倍台前半とかあまりにも安くなるようだったら単勝は買わないのでそのあたりは当日オッズを見ながらワイドも支資金配分をしたりしたいと思いますのでまた当日の傾向パドックの状態馬体重の増減などを見て最終結論はブログでしたいと思いますなのでそちらの方も参考にしてみてください じゃあ、2017年神戸新聞杯の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたね